ハンマー家の本家の半間陽先生です。日本政府の会社の破綻とかですね、破産とかですね、大きい会社がたくさん出ておりますね。東芝さんも破綻しちゃいましたし、どこの会社も破綻しておりますね。その原因ね、中国も同じように原因で破綻してますね。で、理由があるんですね。これはね、日本とか中国がですね、大きい会社、また全体の会社がですね、社会にね、世界に、位置するね、視野を持つ、また それを聞いて動く能力者を嫌って、大きい会社で一番優秀なんだけども、成績優秀なんだけど、全部追い出す、自分たちが気に入ったようにね、中にいる気に入ったようなあの、一般的な上級な団体ですね、だけで経営したいということで、みんな追い出しちゃったんですね。役所もそうやって、視野が広い、力関係でもね、上に立つと外のね、ですから大きい会社も役所もですね、経営がですね、周りに立つ視野の広い全部を見てね、厳しく能力高く生きてる人間を全が要を大きく動かしてるわけですね。でそれを全部追い出しちゃったんで、自分たち上に来られたら邪魔だとかね、厳しいから嫌だとかいうことでね、自分たちより優秀なものを全部クビにしちゃったんですよ。で全部追い出した、日本の場合ね。でそのため経営がね、外の世界に、地球上のあらゆる世界全体で聞くもの、動かすものがいないわけですね。動かせるものがいないわけですよ。動かせたもの全部クビにしちゃったもんで、ね、好き勝手にやりたいっていうことでね。そういうふうに今、会社は大きい会社、中小もそうですけども、全部排除しちゃったんですね。その結果、大きい会社でも大きい役所でも外との力関係というか視野をね、通して全体を見てね、権限というわけじゃないけども、対処してきた人が誰もいないということで、地球上の世界の社会にね、手が出せないわけですね。その動かせる能力のものをみんな追い出しちゃって誰もいないということで、それで大きい会社は資産だけで、もう私が二十歳代の時にそうやってまして、変えてきまして、で大きい会社ね、で資産ですねを食いつぶして、自分たちの会社の土地を食って給料を出したりして現在までいて、仕事がね、できないということで、資産を食い潰しちゃったんですね。それで倒産、ほとんど倒産ということで、中国も日本もそういう会社経営だったもんだからね、ということですね。破綻した原因は、経営できる人を全部追い出しちゃったということですね。で、経営できない人だけ大きい会社でのさばって団体でね、好き勝手にやりたいということで、自分たちの財産を、会社の土地とか株とか全部売りつぶして生活してね、だんだん落ちてくるわけです。会社の利益なくなってくるわけですね。
で、そういう生き方になってしまって、全部食っちゃうですね。食っちゃってきちゃったということですね。